やっほー YouTube どうもナビです。さて今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。で今日はですねアイドルの子なんですけど彼女ですね梅山ココナちゃん、はい、NMB48の彼女のヘアスタイルをいくつかやらせていただこうかなと思います。まあ大体まあ似てる感じが多いんですけどちょっとやっていきます。でこの時の髪型ですね、この時の髪型はまあ基本ワンレングスですの長いバージョンで、段もほとんど1センチ2センチぐらいしかつかないような感じの長さです、ベースは、うん、でそれをちょっとそれあのアイロン、この長さだったら多分38ミリとか32ミリぐらいのコテでいいと思うんですけど、ちょっと中間部分だけちょっとうねうねさせて、こう縦ロールとか、まあ、ここの外のね、あの毛先の部分は外巻きにちょっとして、あとはちょっと内巻きとかにあのコテとかでしてあげてもいいし、この部分に関しては縦巻きで巻いて毛先だけ外羽にしてあげるでもいいと思います、ゆるく。でそれに対して前髪を、ちょっと狭めですね、彼女の場合は多分黒目の間ぐらいじゃないですか、黒目と黒目の真ん中ぐらいから取って、奥行きも3センチぐらい取って、でそれを目のライン、目にかかるぐらいのラインからちょっとラウンドするような感じで切ってもらって、それをまあ左右どちらかに分けてるっていう感じです。でそれプラスこの長さに対して、胸の長さに対して顎ラインよりもちょっと長めの部分にちょっとこのアイドル毛っていうかな、ちょっとちょび毛が出てる感じですね、うん、まあこれは彼女の場合顔が詰まってるっていうか、ちっちゃい感じでパーツが大きいので、あのこのぐらいの長さでもいいんですけど、顔がもし大きかったりとか普通にしてる感じの子であれば、もうちょっとこのちょび毛が短くてもいいかなと僕個人的には思います。うん、まあなんかこう結んだ時にやっぱ長すぎちゃうと、なんだろう、まあここも長いし、こう面長に見やすいっていうのがあるので、ここのちょび毛を短くすることによって結んだ時とかもこう丸く見やすかったりとかするっていうのが一つあるので、まあそこはちょっと自分そのなんていうの、顔のバランスだったりとか身長だったりとかね、彼女も身長確か150センチ、ちっちゃいから顔もちっちゃいんだろうね。なんでバランス、まあギリギリぐらいだと思うんですけど、もっと例えば身長高かったりとか160センチぐらいある子とかだったら、もうちょっと短くちょび毛をしてあげてもいいのかなとは思います、個人的には。そんなにまあカット自体は難しくないです。あとはバランスを決めてあげればいいのかなっていう感じではありますね。でね、僕この子ね、これ多分ウィッグなんですけど、これちょっと紹介したかったんですけど、このウィッグのこのバランスはすごい似合ってると思うんですよ。これはヘアスタイルっていうよりもあれなんですけど、前髪もしっかりちょっと量多めに取りながらやってる感じですけど、でこの長さで顎ラインのボブっていうのは、彼女のこの顔の小ささとか身長とかバランス見てもすごい似合ってるなと思います。これはワンレングスのボブバッツリ切って、で内巻きにちょっとしてるっていう感じなんですけど、まあちょっとね段はつけてあげますけどね、 1,2 センチぐらい段をつけてあげるけど、面で見せる本当に重めなボブスタイル、このぐらい顔がちっちゃかったりとか細い子でのは、こういうヘアスタイルが似合いやすいと思います。でなおかつこうなんだろう、前髪自体もちょっと多めに取ってる、ちょっとこのこめかみぐらいまでしっかり取って前髪を多めに作ってるこのウィッグですけど、のバランスっていうのはすごい、あの彼女のおでこのバランスとかから見てもおでこ多分広いと思うんですよね。あのなのでそういう子に関してはこのぐらいの長さで幅を取って広く取るっていうのは僕はすごい似合うと思います、個人的には。多分ハロウィンなのかな、去年とか一昨年の、わかんないですけど、まあ多分このぐらいの髪の毛はこの子に僕は一番似合ってると思いますっていうので、ちょっと紹介だけさせていただきました。でであとはこれかな、この時ちょっとこう前髪を横にぐっとずらしてるようなヘアスタイルですけど、まあ、この時に関しては前髪が多分伸びかけなんでしょうね。伸びかけの時でこうこっちに分けたい時はこの黒目のこっち側の端っこから斜めにこう線を取ってそこで分けてあげる、多分この黒目の端から
こっち以降からこう持ってこようとすると頭の回転、ここにおでこってこうグッとこう丸まって入ってくるところなので、ここの入ってくる以上のこっち奥までから持ってこようとすると絶対に無理なんですよ。もう重力とこの頭の関係上、こっちからグッと持ってこようとしても絶対に落ちてきちゃうんです。なのでこのおでこのこう自分がこう、あ、ここ入ってくるなっていうこの骨の位置、骨の位置までがギリギリどっちか左右に行けるっていうポイントなので、そこだけ女性も男性も気をつけてあげた方がいいです。絶対的に無理です、それは。うん、100% 頭のおでこの形的にね、それは人によって様々なので、自分ができる範囲っていうのを見てもらった方がいいかもしれないですね。まあこの時も長く胸上ぐらい、胸上ぐらいまであるのかな、の長さに対して、まあ段をねちょっと多めに入れてるかな、 4,5 センチぐらいはちょっと入れてると思います。うん、でそれに対して毛先の方ちょっと量を減らしてあげて、バランスを取りながらちょっと小手で軽く巻いてるかなと思いますね。うん、量がまあ、さっきみたいに多い人は低音、うん、ちょっと細い人とかだとあんまり、ダウンを入れすぎなくてもこういう髪型の場合はいいのかなと個人的には思います。黒髪でも全然できますし、そんなにも難しくないです。長さ切って、あとはその髪の細さとかによってボリューム出したい人はこの長さだったら、まあ、ダウンもつけなくてもいいですけど、量が多い人とかだったら量を減らしてあげてもらって、でちょっとダウンも多めにつけた方が広がりやすいのでいいと思います。量が細かったりとか、うん、髪の毛が細くてちょっと薄いんですよねって人は、まあ、ダウン巻きつけずにコテでぐるぐる巻いてボリュームを出すっていうのが一番手っ取り早いやり方なのかなとは思いますね。彼女のこのヘアスタイルを見る限りではですけど、うん、この子目大きいね。本当に目がふるっとしてる感じの子ですね。この時、うん、この時は何だろうね、この時は何だろうね、前髪、短髪はしっかり多分黒目の端ぐらいで取って、奥行きもちょっと取って、2、3センチぐらい取って、前髪パッツンで切ってますよね。で、この横、ちょぴっと、本当ちょっと、この黒目の端で取ってるから、この黒目とこの目尻までのこの白の部分、この部分、この部分だけ、落ちてくるところだけ、ちょっとサイドの、このね、キュッと、触覚みたいな感じで、こうちょっと残すタイプです。本当に少し、だからこの目の、目尻のこの中だけで全部完結します、前髪は。うん、そこだけ気をつけて。これ以上、この高さ以上に前髪がある人は、どかしてあげた方がいいですね。うん、完全に。で、あとはもう横は、もう本当に基本的にこの胸上ぐらいにかかってくるワンレングスベース。ほとんど段もついてないです、これは。うん、段付いてなくて、ストレートアイロンなりし、なんだ、コテとかで、本当に横でこく、内巻き、外巻き、内巻き、外巻きみたいな感じでやってあげて、まあ、毛先を外巻きにしてるのかな。うん。ただやっぱ、のぺっとしちゃうので、やっぱり、なんだろう、こう、目が例えば大きかったりとか、しっかり、なんだろう、パーツが大きい子っていうのは、そこがもう強調されるから、あんまり髪の毛も派手にしなくてもいいんですけど、あんまりこう、目が大きくなかったりとか、まあ、例えば一重だったりとか。する子でなんかもうちょっとこうファッと可愛らしかったりとか華やかさも欲しいなっていう人はやっぱこうまあそのなんだろう顔のねこう目を二重にするとかっていうのはまた別として話してますけど、もう髪の毛もちょっとダウンをちょっと多めに入れて髪の毛のこう動かしてるバランスをすることによってなんだろう華やかさだったりとか可愛らしさとかって出やすくなってくるので、そこは全く同じにしなくてもちょっと段の付け方とかで変えてあげると一番いいのかなと僕は思います。個人的には全くこれと同じにするっていうよりかは自分のパーツこの子のパーツとはみんなまあもちろん全部違うしいいとこもあるし悪いとこもあると思うんですけど好きなとこ嫌いなとこってね、うん、だからそれに合わせて作ってあげればいいと思います僕は。うん、まあ、この時なんかは、まあ、ほとんど同じっちゃ同じですけど、前髪はちょっと少なめに取ってますね。うん、前髪が多分、この時どうだろうな、黒目の端から取って、で、奥行きが本当に多分 1.5 センチとか、本当に狭いライン。狭いラインの前髪で取って、ちょっと薄めにしてるって感じですね。うん、まあ、シースルーっていうのかな、みんなこれは。シースルーではないんですけど、まあ、ちょっと薄めに取って、カットしてるっていう感じですね。で、コテでちょっとストレートアイロンとかでどっちかに流すような感じしてあげて、こう、うねっていうような感じにしてあげてるって感じ。うん、で、まあ、長さは同じぐらい。まあ、胸半分ぐらいもあるのかな、これは多分。
色だと思うんですけど、ちょっと毛先がこれはダメージしてるかなっていう色なので、まあ、パーマかけてパーマが取れかかってるかなっていうようなヘアスタイルです。これはアイロンでやるっていうのもパーマを例えばこの辺ぐらいからかけてもらったのはちょっと取れてきたりとか、なんだ取れてきたりとか、もう何もあまりこうしてないオイルだけつけておくみたいな感じ。ただこれだとやっぱりダメージがね今見えやすいので、僕的にはやっぱり長い人とかだとこうねダメージが来た時にこう切ったりとかまたパームかけたりとかって、まあ何度も何度もその繰り返しにはなるので、まあ若い子だったらまあパームかけなくてもコテとかで、これだったらちょっと細めのコテ32-25とかのコテでちょっとあの熱もねあんまり強くなくて何十度とかでいいと思うので、コテでコロコロ巻いて、緩く巻いたものを手で溶かしてで緩くしてあげる方がいいと思います。でその時にやっぱり量が多い人とかは量減らしておかないとボリュームが出すぎちゃったりとかしちゃうし、まあ、量が少ない人細い人は全体的に巻いていいし、であんまり量が多くなりすぎたのが嫌なんですねって人は鉢下は本当に毛先とかだけちょっと巻いて、鉢上だけくるくる巻いてもらえれば、ここら辺のボリュームは抑えられつつもちょっと動きは全体的に出るっていうこのバランスができるので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。